こんにちは、ナインです。2020年シリーズいきたいと思います。2020年私は結構ね、いろんなヘアケアアイテムを試してみたんですね。良かったシャンプーとかコンディショナー、トリートメントを今回はまとめてご紹介したいと思うので、ぜひ髪の毛にちょっと悩んでるなっていう方とか、髪の毛サラサラにしたいっていう方とかはぜひチェックしてください。関係ないんですけど、この洋服ね、これはね、リバーアイランドっていうところで買って、結構ステイホーム期間にいろんなインスタグラマーさんがね、これをステイホームとか言ってからこれを着てね、インスタに載せてたのって可愛いと思ってからなんか買ったんだけど、今日初めて着たんだけどさ、この毛がさ、これこの鳥の毛、鳥じゃないよ本当は、でもこれがね抜けるの、なんか本当に抜けるのよ、抜けてね床に落ちるの、なんか結構怖い、カラスの毛みたいな感じで、でも可愛いからいいやっていう感じで、でちょっと本題に戻したいと思うんですけれども、今回私がご紹介するのは全てルックファンタスティックっていうイギリスの通販コスメサイトで購入したものです。イギリスの通販コスメサイトなんですけど、日本語対応をしてるので全然英語ができないっていう方にもおすすめです。しかもすごく安く買えるんですね。なので海外コスメとかをこう安く買いたいっていう方にはぜひおすすめだし、クーポンとかもねしょっちゅう出してるの、だからそういうのを情報をゲットしてから購入するといいと思います。もちろんルックファンタスティック以外でも他の通販サイトでも購入できるんですけれども、私はいつもそこを利用してます。じゃあまず一つ目はジョバンニです。ジョバンニ大好き、私初めてジョバンニ使って、もうね虜になりました。ジョバンニはどれを使っても結構いい、これなんですけど、これはねいろんな雑誌とか、確か鈴木恵美ちゃんかな、私鈴木恵美ちゃん結構好きで、すごい髪の毛も綺麗じゃない、だからやっぱり綺麗な人を真似しようと思ってからこれを使ったんですけど、リペアリングシャンプーっていうものですね、ジョバンニので、香りがブラックベリーとココナッツミルクで、香りもすごくいいんですよ。でこれとセットで購入したのがこちらのインテンシブマスク、ヘアマスクですね。とにかくこのシャンプーがすごく良くって、すごくサラサラになります。このヘアマスクはまあなんか期待したほどでもないかなっていう感じで、まあでも悪くはない。このシャンプーはとにかく良くって、香りもすごい良かったから私はすぐ追加購入しました。これとまた別でこの緑バージョンはウルトラモイストシャンプーで、ドライとかダメージヘア用ですね。でアボカドとオリーブオイルが入ってるらしいです。これもまあまあ順番的に言うと私はこの紫の方が好きだったけど、この緑も悪くなかったです。ジョバンニはねもう全体的にどれ使ってもすごくいい。で同じくこのコンディショナーを買いました。これもね結構髪の毛もほんとサラサラになるし、香り的にはこの紫の方が私は好きでしたね。ジョバンニ大好き、ジョバンニラブっていう感じで、もうジョバンニすごくいい、どれ使っても本当にジョバンニは本当大好き、香りもいいからねすごく好きです。ということでジョバンニまず1つ目、2つ目はこれもね香りがすんごいいいの。これはね私が行ってた美容師さんにおすすめされて買ったものなんですけど、システムですね、システムプロフェッショナルの新しいやつで、これはマスクですね、ヘアマスクだから、まあ、週1回とかたまにスペシャルケアとして使うものなんですけど、とにかく香りがいいのよこれ。香り的には外国のグミとかガムみたいな香りで、本当に香りがドタイプです。私は外国の匂い結構好きなので、これはねもう匂いを嗅いでるだけで幸せな気分になります。ちょっとねもったいなくてたまにしか使えてないんですけど、これはね本当に死んだ髪が生き返る、髪の毛は元から生きてるものじゃないんですけど、でもこうねもうバサバサのもうボロボロの髪とかが本当これを使っただけで生き返るので、たまにねスペシャルケアとして使います。でこれと同じシリーズでこのシャンプーと、こちらコンディショナーですね、これもね両方とってもいいの、もうサラサラ、昨日もこれ使った、サラ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 っていう感じで髪の毛ほんとサラサラになるの、ツヤツヤサラサラになるから本当におすすめです。これもいいし、同じく、ちょっと違うタイプで買ったのがこの青いタイプですね。これはハイドレートコンディショナー、茶色い方はケラチンプロテクトシャンプーとケラチンコンディショナークリームで、こっちはハイドレートシャンプーですね。使用感としては私はこっちの茶色い方が好きかな、茶色っていうかゴールドっていうかな、こっちの方が好き。これも悪くない、まあみずみずしい感じですね。匂いもこっちの方が好き。しかもこれねなかなか売ってないのよ、
ルックファンタスティックも限定のクリスマスのやつで買ったから、今は売ってないし、こっちの青いのはまだ売ってたから、ぜひよかったら使ってみてください。これはね、他どこで買おうかなって悩んでます。 Amazon とかでたまに売ってるから、なくなったらどうしようっていう感じで、これは本当におすすめ。日本でも美容院とかで取り扱ってるところがあると思います。で、最後ですね、最後はやっぱ髪の毛って、ほら、頭皮から来るじゃない。だから頭皮の状態がいいと綺麗な髪の毛が生えてくるっていうので、あと頭皮トラブルとかに悩んでる方におすすめなのがあります。それがじゃん、こちらです。これはね、クリストフロバンっていうところのやつなんですけど、スクラブシャンプーになってて、塩、すんごいつぶつぶの塩みたいのが入ってて、もうこういう感じ。匂いはね、すんごいすっきり、何の匂い、これなんだろうな、思い出せない、なんて言うんだろう、まあ、とにかくなんかすっきり、夏にいい感じの匂いですね。すっきりする感じの匂いで、頭皮トラブル、頭皮のかゆみとか、頭皮の油とかが気になる人、頭皮の匂いとかが気になる人にはいいと思います。たまにやるとね、すごい髪の毛がすっきりするから、まあ、3日に1遍とか、まあ、週に1回とか、デトックス効果がある、デトックストリートメントらしいですね。書いてあるのが、デトックスとかクレンズ、オイリーな、頭皮をケアしてくれるそうです。だから結構こう午後になってオイリーになっちゃうとか、もう元からここら辺が結構オイリーで匂いが気になるっていう方とか、やっぱたまにね、髪の毛の頭皮のクレンジングっていう必要だと思うので、いらない油をやっぱしっかりと取ってあげる、いらない汚れとか油をしっかりと取ってあげると、そこからこう綺麗な健康なね、髪の毛が生えてくるんですよね。だからたまにやっぱクレンジングってすごい必要だと思います。これ一個気をつけた方がいいのが、この中にね、結構粒の大きい塩が入ってるので、それを洗い流しても、この塩が全部溶けてくれないの。だから床とかをちゃんと見てから、こうやってシャーシャーって流さないと、後で足で踏んだ時めちゃくちゃ痛いから、それだけ気をつけてください。あとは本当に髪の毛すんごいすっきりするし、ちょっとやっぱ塩だからか、髪の毛自体はちょっときしむ感じがあるから、トリートメントとかしっかりするといいと思います。これはぜひおすすめ、夏は特にいいと思います。はい、ということで、今回私がご紹介するとってもお気に入り、も2020年使ってよかったって思うシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スカルプケアでした。ぜひ皆さんも髪の毛で悩んでる方とかはぜひ使ってみてください。これからもいろんなビューティー情報を配信していきたいと思うので、ぜひチャンネル登録と高評価忘れずにお願いします。バイバーイ。